木砦の戦いで敗走する信長を無事に逃がすため戦場にとどまった家康は今川勢に捕らえられた。三河進出を目論む義元は織田に従っていた家康を攻めることなく今川家の将として迎え入れた。間もなくして今川家の干渉に反発する三河の国衆が大規模な反乱を起こす。反乱の裏に織田家の後援があることは明らかだった。これに対し義元はとある妙案を思いつく。三河騒乱。家康よ、織田に加担し我らに盾ついたこと余はけほども気にしておらぬ。はっ、恐れ入ります。が家中には新参の措置を信じられぬと申す者も少なくないようでな。まことけしからん話よ。いえ、致し方ないかと。それゆえそちが家中の信頼を得る機会を与えたいと常から思うていたのだが、三河のことは聞いておるな。織田を頼みに我らに抗う国衆ともが騒いでおるとか。家康よ、そちが今川の将として乱を鎮めてまいれ。三河の騒乱を私が？しかし私だけでは手に余るかと。無論遠兵もつけてやるぞ。瀬名に申しつけてあるゆえ共に三河へ向かうがよい。見事やり遂げればそちの今川家中での立場も安泰。心してかかるがよいぞ。はっ、必ずや三河を鎮めてまいります。いずれこのような戦に駆り出されることは覚悟していたが、気の重いことだ。目下三河の国衆は今川に従う者と織田に従う者で二分されておりますれば、戦う相手は皆織田方というわけか。信長が大好きな竹千代にとっちゃ辛い戦いだわな。若、信長様に遠慮して手を抜くようなことがあれば義元様によってたちまち当家は取り潰されること。そんなことは半蔵に言われてとも分かっている。何をこそこそ話しているのかしら。あ、いや、こたびのご加勢痛み入る。あなたたちの戦いぶりは後でおじさまに伝えてあげるからしっかり戦うのよ。受けたまわった。この乱世私に何ができるのか。俺を使いこなせよ、竹千代。吉本公の命に従わねば我らに明日はない。何としてもこの騒乱を鎮めなくては。まずは前線で苦戦している味方の救援だ。皆行くぞ。城の守りも大事だが、吉本公の手前瀬名のことも守らなくてはな。あんたたち、おじさまのためにしっかりと働きなさいよね。吉本様の姪子がお目付け役か。三河の民を傷つけてはならぬ。民を指揮する将のみ狙うのだ。
この混乱で城の守りは薄いはずだ。城内にあるお宝を奪って人儲けすんぞ。野武士が現れたか。ほっとくと厄介なことになりそうだな。家康様、お役に立てず申し訳ありません。はい、そう、もうやられちゃったの。まったく情けないわね。懸命に戦いながらひどい言われよう。酒井殿、なんとも哀れな。ここは私が。これっぽっちじゃ満足できねえ。受けてみよう。みんな無事か。よし、ここから攻勢に転じるぞ。今川も、それに組みする徳川も、我らが討ち取ってくれるわ。開門。おう、任せろ。敵の増援か。反乱が大きくなる前に退けよ。今川に逆らう。受けたまわった、受けたまわった。身の程知らずたちをさっさと懲らしめなさい。皆の苦労も知らず、瀬名様は勝手なことばかり。民を戦に巻き込むフラシの将は退けたぞ。皆の者、この勢いに乗って進め。なし、入れ。信長様のご命令により水産、今川と戦ってるみんな加勢してやるぞ。織田の軍勢、弱小のくせに三河に介入しようっていうの。今川の公園も当てにならぬし、これ以上は戦えぬわ。はい、そう。怪しくなってきたわね。だけどこの私が負けるはずないわ。邪魔立てはさせない。開門。なぜが介入してくるとは。背中心配だ。救援に向かわなくては。邪魔者は退けたな。開門せよ。今川に組みする者どもを駆逐するのだ。開門。頃合いみてえだ。お前ら行くぜ。あんなところに野武士がいやがった。あいつらを乗して南砦への道を開くぞ。無念だ。討ち死に。何、忠重がやられただと。この城もいよいよ危ういか。開門。ここは私が。この勢いに乗り岡崎城を奪え。野武士ども、恐れ入ったか。まいった。逆らわねえから許してくれ。今からあんたが俺たちの大将だ。家康様だな。オイラは織田家の新参で秀吉ってもんだ。覚えといてくれよな。貴様で何をのんきだ。秀吉殿、今は敵同士、手加減はしない。おーや、こっちこそだ。お見事にございますな。受けてみよう。敵将、討ち取ったり。ここは引こうかあるまい。一応お礼は言っておくわね。ここは私が。ここからは私も本気で行くわよ。開門。秀吉ごときに遅れを取っちまうとは。この戦は終わっとらんだろうな。受けてみよう。勝
水泳殿まで来てしまったか。これは難敵だぞ。ひるってる場合じゃないでしょう。私も行くからあいつを倒すのよ。勝家殿、今の私は今川の将としての務めを果たさねばなりません。全力で参ります。我らの狙いは岡崎城だ。手を阻むなら切り捨てるまで。頑張るわね家康。こんな面倒な戦、私ならとっくに投げ出してるかも。案外頼もしいところもあるみたいだし、少しは認めてあげてもいいのかしら。くそ、なんて守りの硬さだ。俺たちに勝ち目なんてあるのか。瀬名様となんと戦っていられるか。我らはもう今川には従わぬぞ。あの人、敵方に寝返っちゃったの？もしかして私のせいじゃないわよね。勝家殿、織田の利に反する戦と承知しながら今川のため戦わねばならぬこと申し訳。謝ることなんざありゃしませんよ。この乱世かたじけなく存じます。では参ります。やったわ。少しは役に立つじゃん。任せろ。じゃあ私が。援軍のあてもない、破れかぶれだ。敵陣に突っ込むぞ。受けてみよう。敵の主力は退けた。あとは残党を倒せば乱は収まるだろう。やるよね家康。特別に褒めてあげないこともないわ。受けてみよう。耐えきれ、聞かせてもらう。三河に今川の部位を示すことができた。これで少しは落ち着くだろう。おじさまもこの戦果に満足するはずよ。私も少しだけ見直したわ、あんたのこと。セナ、こちらこそ。そなたの働きには助けられた。三河の国衆は皆今川の意にひれ伏したか。はあ、当面は落ち着くものと存じます。そうね、どうってことない戦だったわ。ま、家康たちも多少頑張っていたようだけど。ほう、辛口の瀬名がそのように申すとは、家康の器を信じた世の目に狂いはなかったか。されば瀬名の腰入れの剣も触りなかろう。まことめでたきことよ。腰入れ、それはつまり。おい竹千代、瀬名姫様を正室に迎えるってのは本当かよ。瀬名様は吉本様の寵愛を受けてきた姫君。吉本様がそこまで若を買っておられたとはのう。
これで今川家中に私を疑う者はいなくなろう。吉本公には大きな恩義ができてしまったな。しかしあの瀬名とうまくやっていけるだろうか。